清水栄司は、日本の建築家。1895年兵庫県に生まれる。1918年、東京帝国大学工学部建築科を卒業。複数の建築会社を経て1921年より神戸市役所に勤務。この時期に水の戸医者という設計事務所を自宅に開設した。1926年に長田セメント事件の責任問題が絡んで辞職。以後、清水設計事務所として活動する。1964年に死去した。旧鳥羽小学校校舎清水は、建築事務所を4度転々とした設計活動に加えて、住宅会社の建築顧問を兼任するなど、複数の活動を行っていた。1931年に、中学時代の友人と小住宅を建築、販売する大三和住宅株式会社を設立し、専務取締役となった。また、日本電話建物株式会社では、戦争末期まで顧問をしていた。清水の建築理念が示されたものに、小住宅対策提唱があり、彼の理想は民衆のために建築を行うことだった。具体的には、中産階級以下の人にも良い住宅を建設することであった。当時の建築家は、高級な邸宅を建設することがほとんどで、中産階級以下の小住宅は対象から外れており、この状況を問題視していた。川島友夫建築家、清水栄司の経歴と建築活動について、日本建築学会計画系論文集に収録、帝国の武英株式会社会社概要、旧鳥羽小学校校舎保存活用計画鳥羽市教育委員会、2015年3月、2ページ。1と、同書、清水栄司、小住宅対策費下げ小、建築と社会に収録。ありがとうございます。